成長虹色動画。今日は青色草親子で陸上、女の子が楽しめる初めてのスプリント編。はい、柑橘系の皆さんよろしくお願いします。よし、本日のテーマはですね、スプリントの女王になるための歩き方です。歩き方、皆さんどうですか、綺麗な歩き方の人といえばどんな人を思い浮かびます？アマナちゃんとかどんな人？ジャニーズです。ジャニーズ綺麗。猫を見られてる、そう、スターとか綺麗、シュッと背筋伸ばしてね、綺麗に歩きますね。他レモンちゃんとかは？知らんもん。誰も知らんからモデルさん。モデルさんですよ。モデルさんもね、モデルウォークで綺麗にね、歩いておられますね。軸がピンとしてて。ヒューガさんとかはどんな人？やっぱ、デューク・サライエさん、ね。デュークさんですよ。まあ、どの人を見ても、みんなピーンって体がね、ピンってしてて腰が乗ってるんですよ。これが非常に大事でございます。速く綺麗に走るためには速く綺麗に歩けなければならないとのことなので、速く、そう、速く綺麗に、うん、そこをね、今日は徹底的に、6選7選いろんな方面からねアプローチしていって、行くぞ、速く走ると、うわー、根性で走ろうっていう、そっちのアプローチじゃなくて、綺麗なモデル、ジャニーズ、綺麗なフォームに、その、より、アスリート的なね、体の使い方をブレンドしていって、アスリートに近づけていこうと思います。はい。はい。あと、なんや、このウォーキングして、最後、どっか行ってみたいとこありますか？うん。アムラちゃん、ウォーキングして、その綺麗なウォーキングで、どこ歩いてみたいですか？うん。ロンドンに、ロンドン、ビッグベンの周りとかがああいう橋に行きたいかな。ビッグベンって橋な？うん、ビッグベン自体はでっかい時計塔みたいな感じの建物。ああ、そうなのあんねや。さてはそれ、なん、そんなところどこで知ったんじゃ、そういう場所。来ないよ。こんなんね。ドラマでも行ってみたいですね。行ってみましょう。レモンちゃんどこ歩いてみたい？群馬県。群馬県、これまた群馬県渋いとこ行くやん。群馬県、なんで群馬県？だってコナン影響。これもコナンで。コナンでさ、うん、すごいいいって言ってた。あ、いいって言ってた。いいって言ってた。コナンの影響力すごいな。だって水も綺麗やし。確かにね、水綺麗やね。清水だよ。清水だよ。全部コナンや。全部コナンや。もうコナン大好きね、姉妹でございますが。まあ、行こう行こう、全部行こう。今日ウォーキングをきれいにして全部歩きましょう。はい、ヒューガーさんどこ歩いてみたいんですか？やっぱ歩くとしたら、大勢ですね。大勢、大勢。これは俺も行ってみたい。ね、はるかな大勢、野の子道。水も、そこもきれいやもんね。その影響で群馬県にしたのもあるし。あれ、大勢って群馬やったっけ？ちゃうよな。あれ、だから、福島、群馬にまたがる湿地帯やねや、せや。群馬って言ってた。あ、群馬にもかかってるかもしらん。まあまあ、そう、そうか、そうか。まあ、でも行こう。そこのガールズたちが思ってるところを爽快なウォーキングで行くために、さあ今日は長丁場になりますけども、競技場で、公園でウォーキングの練習行きましょう。せーの、ドン。モデルウォーク。はい、前回の動画でやりました、焼き鳥の姿勢ね、棒の姿勢、頭、肩、腰、膝、くるぶし一直線、この小刻みジャンプ。はい、これでまず、体の軸を確認した後、歩きます。綺麗にモデルさんのように歩きます。この競技場のこの白いラインをね、白いラインをの上をまっすぐ、視線まっすぐで、肩甲骨リラックスして歩いていきます。ポイントはですね、この腰がね、骨盤を立てて一歩入るときに、かかとから入って、膝を曲げずにかかとから入って、グイン、この腰乗ってる感じ、これを大切に歩いていきましょう。ブイン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 。はい、それではモデルさんになりきっていきましょう。はい、どうぞ。お、いいです、いいですね。綺麗綺麗綺麗、綺麗に歩けると綺麗に走れる、綺麗に走れると速く走れます。おー、いいですね。おー、グイン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 。おー、いいですね。ジグザグウォーク。はい、さらにね、今モデルウォークで、こう体の軸意識して、かかとから入って、骨盤立てて、腰乗っけるっていうウォーキングを確認したら、
さらにそれをよりダイナミックにするために、肩甲骨、骨盤、これを大きく動かしていきます。そのためにこの線、この線をジグザグにこうグイングインで、この時にもジグザグに行くんですけど、かかとから入った後腰を乗っける、かかとから入った後こう落ちるんじゃなくて、かかとから入った後腰がグンと乗ってる感じ、かかと、腰、肩までがピーンってなる、これを意識しながら行きましょう。そして腕振りは皆さん豪快にね。はい、これ難しいんで2本いきますね。はい、それでは思い切っていっちゃいましょう。ジグザグドッグどうぞ。グイン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 、おー姿勢もいいですね、見事見事。ほい、レモンちゃんもいいですね、ぐんぐんいきましょう。はい、そう姿勢をね、おひゅうかさん、お腕の振りがすごいダイナミック、いいですね。はい、2本目いきましょう。皆さん今やってみて、なんかここ腰乗ってるかなとか、腕触れてたかなとか聞こえたんで、その自分がちょっとどうかなって思うところ1個に絞って意識して、2本目いきましょう。はい、山夏ちゃんジグザグウォークどうぞ。うん、まいいですねいいですね、おお、いいですね。レモンちゃんももう下のね線気にせずいいですよ、大きくこう、おお、はい、おお、ヒューガさん、おお、おお、堂々とした感じで、はい、ナイス柑橘系高速ウォーク。はい、さあ次はですね、一旦ジグザグウォーク忘れていただいて、今のダイナミックな動きはこの肩甲骨と骨盤が覚えましたんで、この直線をね、直線をウォーキングするんですが、最初のモデルウォークは手をこう伸ばしたまま歩きましたが、今度それを手をちょっと陸上の走りっぽくちょっと曲げます。90度ぐらい曲げて上半身走りの感じで歩いていきます。それをより速くタイム測定もします。ポイントは全く一緒です。かかとから入って、腰をグンって乗っける、かかとから入って腰をグンって乗っける、より腕を振って速くスピーディーに歩きましょう。高速ウォーク1回ね練習した後、次タイム対決しますね。はい、まず練習どうぞ。速く速く、よい、いいですね。はい、なるべく腕振りを意識していきましょう。はい、どうぞ。ドゥンドゥンドゥン、はぁ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 、おー、いいですね。レモンちゃん豪快でいいですよ。とにかくね、形よりもまず豪快に元気いっぱいいきましょう。はい、それでは次タイム測定、もう一発勝負ね。はい、誰からいきます？はい、お、ひばさんから。オンヤマーク、セット、ゴー。はい、4秒49です。はい、さあ続いて天奈ちゃんいきます。オンヤマーク、セット、ゴー。あ、来ました。はいはいはい、お、はい、3秒45、映るかな、3秒45。さあレモンちゃんです。はい、3秒45に勝てるか。オンヤマーク、セット、ゴー。はい、3秒54。はい、まあドライドの関係もあるんで、アマナちゃん優勝ですが、レモンちゃん、アマナちゃん2人とも早かったですね。ヒューガさんも良かった、みんな優勝。はい、アマナちゃんが記録的にはナンバーワンでございました。ジャンピングウォーク。はい、そしたら、今やりました、腕曲げての高速ウォーク、このウォーキングの合間を小刻みジャンプでつなげます。前々回でやりましたね。腰に手を当ててこの軸を作って、これを5回飛んで5歩歩く、5回飛んで5歩歩く、これをやることで常に腰が、骨盤が立つ、常に、腰が軸足に乗っかる、これを覚えていきたいと思います。もう4人で順番にね、こっから行って、向こうで行って、これ2周、3周しましょう。はい、
腕もしっかり引きましょう。いいですね、いい、軸うまいですね。 OK、ダイナミックにいきましょう、ダイナミックに。はい、でも腕振りもいいですね、よし。おいちい、お、ヒューガさん、うまい、うまい、うまい、バッチリだ。腕振り、大股、早歩き。はい、先ほどのジャンピングウォークでおカラスが、バーカ言ってますが、カラス、カラスちゃう、ジャンピングウォークで、軸と腰の乗り込み、ここをね、確認した後、今から腕振り大股早歩きでこの可動域の拡大、ダイナミックな走り、より肩甲骨股関節を動かしてストライドの大きな走り、ここをね、目指していきたいと思います。それでは行ってみましょう。あの やり方ですけども、手はもう伸ばしたままでいいんで、とにかく大きく大股で歩くだけ、それをより速く歩くだけ。膝は曲げずにかかとから入って腰を乗せる、ここは一緒ですね。より大股で、より大きく腕を振って、より速く、ダイナミックに。それでは少し大股でね、行くので、距離を遠目から行きましょう。はい、それでは、大股、早歩き、どうぞ。ね、一緒一緒、ちょっと待って待って待って、ゆうがさん、緊張しすぎ、緊張しすぎ、手と足が一緒に出ておりました。はい、交互交互でね、行きましょう。はい、レッツトライ。1、2、いいです。お、いいですね、豪快やん。ヒューガさんスプリントいけるで、見事見事見事。はい、お見事です。はい、レモンちゃん行ってみよう。1、豪快豪快豪快。お、見て、あの腕振り、あの肩甲骨の動かし方はもうトップアスリート並みですね。すごいすごいすごい。おお、はい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 、 OK です。はい、山田ちゃん行ってみよう。豪快に元気に、ゴン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 。お、早い早い早い、見事ですね、軸綺麗ですね。はい、 OK です。進化ウォーク。はい、ウォーキングのラストは進化していきます。まず最初はこの小刻みジャンプで、軸と腰の位置で生まれます。これで、できたら次このジャンプの小刻みジャンプの後、先ほどのウォーキング、ウォーキングからダイナミックウォークになって高速ウォークになって、そっからこの高速ウォークからこのままジョグに持っていきます。ジョグに持って行って、ジョグから流しダッシュまで、こうドゥン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 と。ポイントはこの腰がちゃんと乗ってるか、ここだけ、ここだけに集中して、ずっと常に腰を乗っけたままやっていきましょう。まあ、ダッシュまでいかんでいいかな、流しまででいいです。はい、それでは行っていきます。これ結構ね、重要ですけども難しいんですよ。なので、一回練習して、二本やりましょう。はい、どうぞ。そう、小刻みジャンプから、ウォーキングでそっからスピード上げていって、上げていって、そう、ジョグに持っていって、そのまま流し、うまい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 。小刻みジャンプから、そのままウォーキングに持っていって、だんだんスピード上げていって、腰を乗っけたままジョグから、流し、うまい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 。はい。1,2,3 ミドルの星行きましょう。そっからウォーキングに持って行って、スピード上げていって、そう、ジョグに持って行って、オーケー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 。はい、お見事でございます。いや、お二人お見事でございますね。アマラちゃんさすが上手いですね。レモンちゃんもナイス。ヒューガさん、あの形とかは軸とかバッチリなんで、徐々にでいいんで、大きくフォームをより大きくすると、もうマスターズ出れる。はい、もう一本だけ行こう、もう一本行こう行こう。さあ、もう一本ね、もう思い切って
全力出し切りましょう。はい、これラストなんで、はい、山ちゃんどうぞ。小刻みジャンプから、そう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 、だんだんペース上げていって、そう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 、そっから、うん、見事ですね。小刻みジャンプからウォーキングに持っていって、だんだんペース上げていって、そっから徐々からスピードを上げてダッシュに、はい、お見事。どうですかレモンちゃん、やってみて。意外と簡単。おお、いいね。さあ意気込みをどうぞ。やったるで。いや、いいですね。その気持ちと姿勢が全てを変えていきます。どうぞ。さあ、来て、そう、いい、キレッキレッ、こっからですね、こっからだんだん上げていって、体重乗っけて乗っけて、いいです、いいです、いい。おお、おお、あまり田先生のダッシュにもうすぐ到達しますよ。そう、あの芦原隼人さんの走りむっちゃ綺麗やもんな、うん、あれ目指しましょう。はい、はい、というわけで本日は、ウォーキングです。やっぱりね、走りの基本は歩き、歩きの基本は姿勢なんで、つらつらなってますから、はい、進化ウォークは全てをね、表しております。はい、本日どうですか日向さん、進化ウォークやってみて。うん、スプリント進化できましたね。スプリントっていうのなんかつかめそうでしょこれ。うん、で、タカちゃん勉強した甲斐があります、そう言っていただけると。また勉強頑張りますので、言わした感あるけど、はい、それではまた会いましょう、さようなら、シューバイバイ。